はい、皆さんこんばんにちは。そしていらっしゃいませ。アサルクエキです。あ、まあなんかちょっと始まっちゃいましたけど今回やるゲームはこちら、ストリートオブレイジリメイク。まああの、あれは海外表記の名前なんでね海外の名前だとそういう名前なんですが、まあ日本だとベアナックルですね。1991年にメガドライブでね、発売されたゲームですね。それをパソコンで、ファンの人がね、なんか本格的に作って、しかもそれは無料で遊べると。しかもこれ結構しっかり作られてるんですよね。まあ、やってきますけど、難易度は、ノーマルでいっかな。ダウンタイプはね、これにした方がいいと思いますね。死んだ時にその場で起き上がるか、上から降ってくるかの、どっちかなんでね。はい。これでいいのかな？はい。で、まあ、やってきますけど、一応ね、まあ、だいぶ前にやったのでね、隠しキャラとか全部出てます。はい。そういうわけで、じゃあ、始めていきまーす。ニューゲームでーす。はい。出ましたね。あ、ちなみに、私は今、ゲームパッドでやってるんですね。ゲームパッドに対応していると。ちょっと顔ぐらい違うのはですね、見てください。これ初代のアクセルですね。一応主人公なんですね、アクセルが。なんかそうですね。初代のアクセルの方がスピードが速いんですね。で、これが2で3で、これもブレイズですけど、今3のグラフィックですけど、初代早くねスピード速いな。まあテクニックは一番マックスなのは3か。で、1,2,3 ですね。で、アダムですね。アダムのグラフィックはね、ちょっと綺麗になってるんですよね、これね。初代だと。ちょっともうちょっとなんですけど、確かね、屈伸運動しないんですよ。確か。アダムは1しかいないので、2と3には出なかったので、このグラフィックしかありません。でも顔グラフィックは3だな、あれ。3のグラフィックですな。マックスですね。まあ、これを見た人はいるんじゃないですか。これは2のキャラです。で、これはサーミーですね。スケーターになってるんですけどね、名前は。1じゃないか。サーミーは2と3ですね。アダムの弟さんです。で、まあ、2と3のグラフィックがあると。ザンですね。これがザンのおっちゃんは3しか出てきていないですね。で、このローですね。俺は3にしか出てきてなくて、なおかつ、まあ、裏技で出すことができるんですけど、裏技で別に出さなくても途中でこのロー君は敵として出てくるんですけど、なんか調教師みたいなやつだけを倒すと仲間になってくれます、コンテリューの時にね。まあ以上がこれ主要のキャラなんですけど、あとですね、これですね、シバですね。シバは2と3でいますけど、ちなみにですけど色も変えられるんですね。みんな変えられますけどね。はい、シバに関してはこれはライバルですね、アクセルの。
じゃ次ルドラ、これ新キャラですね。リメイクで新キャラも出したみたいで、ルドラも一応敵なんですけど、まあ、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろうな、ミスターボス、ミスター X か、これはラスボスですね。すごいね、これ。これアッシュ、これも敵なんですけど、まあ、まあ、オカマさんですよ。これは、これ普通の敵なんですけど、なぜか、いる、エレーネ、エレ、エレーネ、エレーネ。エリーなのか、エレーなのか、よくわかんないですけど。で、今回誰でやるかっていうと、シバさんですかね。どっちでもいいんですけど、まあ、シバさんは3だと、ブラウザで仲間になるんですね。まあ、アッシュもそうなんですけど、なんだっけ。シバと一番最初に戦ったところで B ボタン押しっぱなしだったかな。それで仲間になるんですね。この色で。この色じゃないんですよね。これ敵なんですけど。まあまあ、長たらしい説明してしまいましたが、シバでやっていくよ。あ、色変えます。すいません。色変えるだけです。はい、じゃあ、シバでやってきます。で、まあ、英語でね、表記されてるんでね。この、なんだこのヘルメット被ってる人は1に出てくるんですよね。スペシャル技があってですね、ロケットランチャーを撃ってくれるんですけど、2と3には出なかったと。でもまあリメイクだと、特殊ボタンがあって、この人も出てくるんですね。あの人誰だ？あの人多分、マックスか。ジャケット着てる人。ライダーアーム、あ、やっぱりそうなんだね。あれ、やっぱりマックスですね。バイソンっぽい服着てるけど。まあ、これステージセレクトなんですけど、あんま関係ないかもしれないな。ワンのステージ、ワンのステージ、ワンのステージ、なぜかワンのステージ。がいっぱいあると、うん、これ多分3だったかもしれないけど、わかんないな。ちなみにこれバージョン 5.1 なんで、 5.0 よりはなんか変わってるらしいっす。でもここでやっていきましょう。ここは普通に2のステージですね。出てくる2のステージ、あー、ここに1アップが落ちてるんですね。これ変わらないと。まあ、シバは、シバ、シバ強いからな。リーチ長いんですよね。投げちゃうよ。投げちゃうよ。つって。シバだと、ちょっと待ってください。HP が低いよね。やはりこの、最後の蹴りは、蹴りで打てるんですね、これで。あとバックアタックもできると。バックアタックあ、こんな感じですね。基本的に投げが強いです。投げて3回やって投げる、まあ、シバの場合だとこれ3回できるんです。掴んで3回 1,2,3 ですね。まあこうやってとか普通にできるんですけど、あと上の OK マークがあるんですけど、あれが出てるときはこのスペシャル技をやっても HP が減らないんですね。あとこれ何気にファイナルクラッシュをやってしまったが、ね、これはダッシュ攻撃なんですね。ダッシュ攻撃でファイナルクラッシュを打てると。あのスナイパーもなんか追加されてますね。痛い。お前、お前ナイフ持っちゃってさ、
ちなみにナイフ持つこともできます。正規版のね、シバは武器持てませんでしたけど、これはちゃんと持てますね。あとナイフだと特殊技ができます。シバはナイフが使い手らしいですね。あとまあ刀もそうなんですね。シバは刀とナイフが専用のなんか武器みたいな感じでやるよみたいな。あとこう武器を投げられるとかね、武器投げんのはあのバックアタックですね。まあジャンプと攻撃ボタンを同時に押すとバックアタックができると。あとまあ蹴りだけ出したいときは攻撃ボタンずっと溜めて離すとこうなりますね。まあ、別にボタン割り振り分けですぐに出せますけど蹴り飛ばし攻撃っていうのかな、 なんだろうな、あれやべ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 、あのドラゴン爆発するんですよね。あれもリメイクで初めてです。でげん投げちゃうみたいな感じですね。まあ芝の場合はこんな感じですかね。ほらー、あとまあよいしょ、スペシャル攻撃前ボタン押しながらやると今の両手打ちみたいなできるんですけどね。はいはいよ、投げちゃうよてな感じですね。はい、パンチパン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 ドンパ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 ンドゥーパン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 、おい、あ、ちょちょちょ、あ、痛い、それは観測だろう。今ちょっとなんか星マークついてますけど、ファイナルクラッシュの威力が上がってるってだけです。でもですね、ちなみに、まあ私は、ボタン来るわけとしては、Y ボタンか。Y ボタン。わかんない。ああ、囲まれたらこうやるしかないですね。いきなり最大の攻撃ができたりするんですけどね、こうやって。まあ、プレス製のコントローラーだと三角ボタンのところに持って、あとは、まあ、十字キーをレバガチャしてると、レバガチャっていうか一回転ぐらいするのかな、それとこう最大のやつができるとどういう蹴り方してんだあれ。よいしょ、この人ですよ。なんとかさん、はい、痛い、これでしょ、近くに寄るとジャンプ攻撃してくる。ちなみにあれ無敵技だから、まあ、ジャンプしてるときは当たるんですけどね。えいって構えてるときにやるとダメージ当たんないんですわ。さあボスですね。ああ、あーっと、これは効かないな今のは投げられたら、ジャンプボタン押しっぱなしで十字キー上ですね。見てて、ボコられてるで回避できるんですね。痛いな、このバーボンさん強いんだよな。あとこの BGM ですね、やっぱり。あー、効かねえな効かないな、そんなのは。痛いな、ねえねえ、波動拳あれ結構食らうんですよね。あー、ちょっと無駄ファイナルクラッシュで決めます。別に決めなくていいんですけどねまあ一命はこんなもんですかな。あ、星2つついちゃったな。ファイナルクラッシュじゃなくなるんですよね。バーボンさん、ボコボコじゃん。
このイラストもね、新しいんですよね。え、そんな顔だったの、お前。なんか、ダッドリーっぽい顔してる。ミスター X はどこにいるんだみたいなこと言ってるみたいですね。多分。わかんないけど。イエーイ。よいしょ。ブレッシュ、あー、ブレッシュ。はい、ここは2のステージなんですけど、2の2面のステージですね。走り。ちなみに2とかのグラフィックでも走ることができるんですね。ちゃんと走りモーションもあったりとか、本当に作り込まれてますね。危ねえよ、危ねえよ。俺ここ苦手なんだよな。ちなみにバイク爆発するんですよね。あれに当たると食らいますよ、マジで。ふっ、イエーイ、ファイナルクラッシュの方がやっぱ強いね。俺あんま 俺結構飛んじゃうからさ。いやー、バカめ。はい、おまちょーみたいな。はいよ、タンタンタンみたいなね。危ないよー。これ持てるんですよ。はい。イエーイ、あの人当たったよ。はい、よしよし。イエーイ。まあ、棒なんて持っても私には効かないので、言い過ぎ、言い過ぎ。あの人自分で投げたやつに当たってる。わちょー、まあ、すごい。もう、マックスでしたね。これ当たんなくないですか？当たんないっすよね。飛びすぎちゃうんですよ。あと、まあ、さっきから画面左下に曲名が出るんですよ。粋な計らいですよね。こういう曲なんですよ、みたいな。ちなみにこの曲もリメイクされてて、いい感じになってる。ああ、だからダメなんだっちゅうの。ちなみにファイナルクラッシュも打てます。十字キー2回前にやれば打てるんですよ。この三角ボタンを押しながら。私はそういうボタン配置ですけどね。はい。もっちゃんもね、新しいよね。だ あと、ここにも1アップあります。この上んとこにあります。 死ぬほどやったからな。2は死ぬほどやったからな。全ての1アップの位置が分かる感じだったような気がする。で、全ては覚え、うる覚えでも全然覚えてないです。 はいよー、イエーイ、はい、ダメだっちゅう。ファイナルクラッシュにしてあげて。イエーイ。よいしょ。ああ、痛いねー。 全然大丈夫です。うわー、この人硬いな。 HP がね。ああ、痛いっすよ。よいしょ。ダン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 、おい、生持っちゃってさ。痛い、すんげえパンチ。 ドーンみたいな、めくりみたいな。はい、ダン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 、ふざけんなよ。それこうか、ターゲッティングコンボでもいいんだけどさ、ターゲッティングコンボ。ああ、この人ジェットさん苦手なんですよね。でもまあ、突っ込んできたらこの飛び蹴りをお見舞いすれば。今のタイミング分かんなかったわ。よいしょ、危ねえな。波動拳上がってきんしゃいよ、ほら。上がってきんしゃいよ。はい。あー、痛い。
あれだ。はい。避けちゃう。頑張っていきんしゃい。あれ。はや。後ろ蹴り。まあ余裕でしょうね。はい、1アップしたよ。さあ、スライングはやめちゃったんだ。スローのジャンプに乗るシーンとピンクのクラブ。テーマパークだな、要するに。よし、では早速調べ、調査開始だみたいなこと言ってますけど、まっすぐ行った方がいいかな。でね、この分岐が変わるとですね、全く違うところに出てしまったりとかしちゃうんで、まあ、今回2のステージをやっていきましょうか。このね、この曲もね、結構人気が高い曲ですね。はい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 。ああ、来ましたね、この人。これですね、この人を倒さないと仲間になってくんないんですよ。別に倒してもいいんだけどさ、ちょっと動物虐待になってしまうんだよね。こいつの前動物虐待なんだけど。ちなみにこれカンガルー投げても、やっぱ後ろの投げならばいいんだけど、投げ飛ばしができないと。よし、やー、食らったな、結構。そう、痛い痛い痛い。あれ、ダッシュ攻撃なんですよ。あー、やばい。あの人も、あ、痛い痛い、痛い痛い。よし、行け、逃げろ、逃げろ。逃げていいよ。ね、帰っていくんですよね。ゲーセンだぜ。大番、大番。大盤どころじゃないよ。金もパクるよみたいな。このゲーセンの機械もね、種類増えてるんですよ。あ、痛い。あの人急にスライディングしてくる。ねえねえ、はいはいはい。邪魔邪魔。あー、ダメですね。ちっちゃい金落ちてる。ダーン。ダン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 、げんこつなのかあれ、よくわかんないっすね。ガシャガシャで切ってる音ですね。殴ってエルボーがね、当ててるんでしょうね、多分。痛い。それは痛いな。あー、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん投げちゃうもん。投げろ。よし。いやー、なんか当たったぞ。まぐれ。すいやー。あぶねえ。だだだ。だ。そいそい。バカめ。とい。空き瓶だぜ。よいしょ。この人ガードしてくんだよ。まあ、バンダナの人は別にいいんだけど。この人投げた方がいいです。ガードしてくれたら基本投げた方がいいんですけど、早く投げないとこっちが投げられるっていうね、こともあるので、なんとも言えない。あ、痛い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 。痛いよ。使っちゃうじゃない、ダメージ。OK 出てないのに使うと痛い、上から食ってきたよ、なんか。ムキムキマッチョなんだよ。よいしょ。はいはい。基本的にこの、なんだろうな、硬いやつ嫌いなんだよな。ガードしてくるの。でれでれでって。うまいな、この曲も結構リバイクされてますよ。一応ゲット、もう満タンだけど。忍者も強いのよね、これ。あ、出ました。刀ですね。刀だとこんな感じで。スワスワーン、スワスワーン。二代目、はやぶさ斬りみたいな。はやぶさ斬りをお見舞いする。
あえて生ないよね。そろそろお化け屋敷じゃねえのみたいな。あ、やっぱり来たよ。お化け屋敷よりさ、お化け本物いる。本物のお化け、本物のお化けいるから、もうあの人やっちゃっちゃっちゃ。このキャラはワンのキャラですね。ちなみにワンのキャラとかのグラフィックも3のね、グラフィックにちょっと寄せてる感じがあるんです。痛い痛い痛いね。すっげえエルボ、みんなくれてる即死だぞ。頭割れてますよ。いやあ、うれ、お前もなんじゃい。なんじゃいってなんじゃい。さあ、ここですね。はい、危ねえんだよね、あれ。なんで爆発してんの、あれ当たると普通にダメージです。危ねえ。なんだお前ら、どっから出てきたの。寝てたの。寝てたの。あらあら、早うさぎりじゃあ、早うさぎり。え、ね、これちょっと血の表現とかあるんですけど、メガドライブ版はないですからね。危ねえ。あと、本当は拳銃とかもあるんですけど、それはちょっと奥にしてます。拳銃は使わずみたいな。奥にしてたっけ、覚えてない。これですよ、これ。これ本物お化けですよ。なんでお化け屋敷で本物がいいんだよ、みたいな。マジ勘弁してください。お化け、お化けだよ。最初でっかいムカデかなんかだと思ったけど。あーあー、くっそ、こいつそこジャンプじゃ届かないんだよ。ジャンプじゃ届かないところにやるんじゃないよ。ちょっと食うわ、リンゴ。ああ、相手頭上を通ってくんじゃない。やっ、どかどか、こんな音しない。ああ、あそこ入れるけどやめときましょう。ちょっとこの刀よこしな。あー、嘘だろ。あ、食っちゃった。このなんかブランカとバルログを組み合わせたようなやつ。空中ダッシュをやっ、空中ダッシュ、えいえいえい、この野郎。なんか昇竜拳みたいなのしてくるんだよ。あ、来た、昇竜拳。あいでー、ジャープルしてくるから、今かわさんといかんところもある。お前芝、芝に歯向かってんじゃないの。一応四天王みたいなもんだったけど、右腕だからな。ミスター X の右腕ですよ、芝は。痛い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 。さっきのルドラっていう女性のキャラは一応忍者なんですよね。あー、やめてー、スライディングしてくるのが全然当たんねえな。落ち着こう。ええ、まあ、別にこれやんなくてもいいんだけどさ。あれ、なんか刀落ちてた。はい、ステージ3もクリアしましたよ。また1アップしたな。今んとこ死んでないな。あー、なるほど。スタジアムか、次。アダムがバッと持ってる。この曲も神曲ってますね。ここはスタジアムですね。まあ、ここの地下がなぜかある。危ねえってよ。危ねえよ、危ねえよ。ダンダンダン、波動。えい。まあ、ジャンプ下でこう、やれるっていうのが、これ普通に。これは、直接、垂直ジャンプ時とか、いろいろモーションがあるんですよ。微妙に調節できられる。バックしたりとかね。ナイフだぜー。
ないグラデなんだおい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 はいはいゼッゼッこねろー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 この相手この野郎この野郎この野郎この子この子この野郎この野郎この野郎げんこつあー出たこの人めんどくさいんだよねいきなりなんか後ろの剣で思いっきり切ってくるんだよねいやーブレイボーバットもあるよバットはあるでしょスリーからバットがあったんで痛い痛いあーちょっと待てーいや別になんもなかったな投げちゃっていいよえいでバックアタックしよう、でん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 痛い痛いよいしょ完璧に囲まれたらあれをやるしかないああ後ろのスクリーンにも若干映ってますねあんな表現なかったですもんね当時できないだろあれは分からないできたのかもしれないけどえいえいえいああ痛い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 やめんちゃいほら会いたい父もませろ父どこ掴んでんだよ本当の芝なんかハレンチなハレンチな突っ込んでくるよみたいなあー当たんねえし投げるわもうあー来たよーそろそろピッチャーベースみたいなとこ来たよあーじゃあちなみにこのデブ投げようとするとですねあ投げられるあそっかそっかデブは投げられるシバだと投げられるんですけど他の人はね投げようとするとズロンってなっちゃう投げらんねえっつってさあ来いやここもまさ気持ち悪くなるんだよな後ろの背景見ない方がいいと思いますよでん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 うえうえあそこだんだん速くなってくるんですよ後ろの背景がそんな早くエレベーター降りるか怖すぎんだろそれしかもこんなむき出しでさ怖いわガリガリガリだほらハゲるぞもうハゲてるけどお前ら壁にガリガリやってハゲちゃったのお前らうんーほら早くなってきましたねもうやばいですねこれはあとあの真ん中のなんかそのレールみたいなところ遅い遅く見えるけどあれ速いんでしょうねまだ来るよまだ来るよなんか汚い色のやつら来たダーそういやまだつかないまだつかない正直この人はこの上羅の人は面倒飛行券みたいなの持ってくるし危ないねそいイエーイさあ来い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 次ボスでーすおおこんな演出なかったんですけどね2だとはい来ましたーバーアリババでアリババで
はい、本番へ。あんまこれ延長線上に入れるとこいつ突っ込んでくるんですよね。危ない。あーと投げようとしたぞ。これですもん。危ないんだよな、ね、この人。はいはい、あ痛い、危険だな。やばいぞやばいぞ、これファウル来たい。はいだ、うーわ強いし、何猿してんねんみたいな。あーやばい、逆に投げられちゃうんだよね。うい、痛い。ファイナルクラッシュで決め上がりましたよ。はい、まあ、ノーマルだからそんなに敵もアグレッシブなことはしてこないんだけど。いえー、お前じゃねえだろうが。あ、すごいですよ。なんか頭から血流してませんか。アリババさん。マックスよくやったー。あー、なるほど。船のステージか。へい。まあ、こうやってなんか、あー、セレクトできるのか。ちなみにこれだと、2のステージ。これだと1のステージに行って、あー、めんどくさいんだよな、こっちの方が。まあ、どっちにしようかな。2にしましょうか。2のステージ、ステージ5か。はい。まあ、ここの曲もね、落ち着いた感じでいい曲なんですよね。よしよし。はい。というわけで、まあ、今回はこれにしたいと思います。それでは、またのご来店、お待ちしておりまーす。